かしこまった。みんなよくやってくれたな。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長矢子大使ウィズパープリット軍集結シナリオの柴田勝家編第12話になります。強行でいいね。ここはどこの城だろう。あー、小川さんかな。うん、9300で来る。こっち攻め込みたいと思ってて忘れ攻め込もうと思ってて忘れてた。ここが、32000、うん、これでいいね。出陣するぞ。これで集めて、来月。だね、動き始めなら来月。こっちも動きたいけど、兵出るかな。12000出るんじゃいいね。出陣する。じゃあここ行こうか。出陣する。こんな感じかな。ハリタさん使おうか。ちょっと報告いたします。農兵精錬ハリタさんだね。ご命令を。使われめた。大丈夫だね。我が志必ずや果たさん。我が志必ずや果たさん。うん。で、宣戦布告だね。我が部震わせてもらおう。不義の戦で世を乱す者、我が義の刃をもって成敗せん。うん、じゃあ行こうか。参る。集まってこないの。後に続け。悔しいな。まあいいや。じゃあ進めていこうか。兵糧買おう。兵糧取引を行いましょう。9300、楽勝ですね。もうこっちはもう戦争タイム使ってますからね。揺るぎません。引き取りますか。いいえ。勝って兜の王を締める。まるでないぞ。ほい、36日。うん、じゃあ行こうか。この城もらい受ける。かたじけないことです。これ入城させようか。志果たさずして賞は終えられぬな。おお、来た。お、征夷大将軍30ポイント貯まったところだね。多分征夷大将軍になったよね。勢力、うん、征夷大将軍ね。うん、47000。だけどここあれ3万体でこっちが使えるから多分勝てるんじゃないのかな。ここで勝っちゃえばもう楽勝モードですよね。7400か。それはちょっときついぞ。うん。あ、進めてこう。飽きないよ、始めましょう。いらない。報告いたします。非大将軍になったから、忠誠度もだいぶ上がったでしょう。上がったのかな？よくわかんないけど。うん。よくわからんけど。よくわからんけど、なんかいっぱいなんか、いるけど。いくらなんだ、ここまで来てね、勝ち馬からね、離れてくような部署はいないでしょ。兵糧買おう。取引を行いましょう。
おい、34日、ちょっと待てば。この城、もらい受ける。うん、じゃあそのまま行って、小早川さんはもう終わりだね。速攻人ついたね。全部回復してください。お願いします。はい、ありがとうございます。手段は選ばぬ。勝つためなら。らここ行ってみる？こっち。立花さん。立花どうですか？ここは。部分入場。我に続け。ちょっと勝てないけど、ちょっと行こうか。道斎さん、多分ね、我が部、狂わせてもらおう。定数的に多分勝てないと思うんだけど、手を打ちましょう。とりあえず向かわせて。我に続け。いざ決戦の地へ。手を打ちます。いざ決戦の地へ。こっちで釣っとけばいいね。それはこっち行ったとしても別になんか中津は取れ、中津かどっちか取れそうだね。なんかいざ決戦の地へ、ああ集めてきたけど結局解散しちゃったね。皆の者、我に続け。皆の者、我に続け。この城、もらい受ける。かたじけなし。行くぞ。5万じゃいいね。出陣するぞ。部分入場で嫉妬しか増えないね。これだったら7、ちょこっと300とかそのぐらい増やすためだったら別にそのままでいいか。でも、戦場広い場所ないもんね。ここに準験所建てようか。標高72日。じゃあ13,000は勝てそうだね。手を打ちましょう。守り上げ、いけるんじゃないのかな。注目ここで、洲本だけ送る。洲本からだけ送ろうか。5体ぐらい送ってきたら大丈夫だよね、多分。
陣せよ。手を打ちましょう。出陣せよ。うん、6000何部しか集められないっぽいね。いいんじゃないんですか。かかれ。おお、いいんじゃない。勝てばよい。色でしょ。部分入場させて、これでいいか。で、合流して。出陣せよ。500のところ行けば取れるんじゃないの。行くぞ。兵力差10倍。出陣せよ。ここで当たるもんね。当たって倒せるもんね。次なる戦も必ずや勝つ。これすぐでしょ。32日も感度ホイで。たった200人ぐらいしかいないのに。大友さん、あ、いいですよ。心理戦深めたいんだったら深めましょうね。報告いたします。表情を始める。対名軍事だね。もう戦争対名はそんなにね、取らなくても表情を何とかなるんじゃないのかな。あ、短中上昇、武将中性上昇を取りたいけど、まあいい、短中上昇台。あー、これ取っちゃったらダメだ。ロンギが使う対名とかあるでしょ、多分これ。あー、対名分だけか。じゃあこれ取っちゃう。ご命令を。うん。いいんじゃないのかな。うん。承知いたしました。大丈夫だね。大丈夫だね。で、行こう。あー。強かったか。ドーゼスのさ、義理の息子のさ、お父ちゃん。強いね。さあ、これも負けちゃうね。じゃあこれドーゼスさん。行きます。親じゃん来たら負けちゃうから、こっち行こうかな。出陣する。で、出陣しましょう。行きましょう。事故が。出陣しましょう。次ね。37,000で来る？きついね。もうそんなにいないよ。2万、こっから出る？出陣しよう。行こうか。行こうか。出陣しよう。行こうか、行こうか。うん。958日。いいね。志果たさずして賞は終えられぬな。で、どっちみちこれはあと何日？10日でしょ。落ちないから、行くぞ。落ちてみようか。後に続け。これはこっち行っちゃうか。行くぞ。後に続け。あ、でも減ったね。減ったね。うん。行くぞ。勝てるね。うん、行こう。我が領内に敵が迫っております。
量産違いますねって言われてるね。手を打ちます。手を打ちます。いいか、このままこっち行こうか。うん。使いの者が来たようです。おばかけより、無理に決まってるじゃない。従属してくるんだったらいいけど。この城もらったぞ。この城もらったぞ。もらっちゃったぞ。1万あと5日。うん。じゃあ部分入場で、全員とこうか。スタジオで引っこもろう。これ勝てる。ゆるぎまさん、ありがとうございます。戦に勝つが、この農夫の役目よ。4万、これどうしようか。こんなでかい舞台持ってきちゃう。ダサげ出しちゃったけど。引き立てこれで当たっていけばいいか。だってここで籠城して、結べるよ、ね、報告いたします。結んであげようと思ったんだけど、どっかと同盟あっていかんですか。あと1ヶ月かかんないよねこれ。うん、ここまで着くのに27日だもん。大丈夫だね。交渉でどこと同盟あっていかんやつ？同盟に注意しよう。承知いたしました。これポイントはどうだろう。まだポイント増えてないね。皆の者、我に続け。我が才、やはり天下無二のものですね。皆。勝ち時をあげよう。片付けない。で、白地取れば多分1ポイントぐらいになるんじゃないのかな。こうとこうで。覚悟なき者に負けはせぬ。いいんじゃないんですか。山口館一人しかいないんだけど、武将が。あと10日入ってきてくれんのかな。あ、うち武将いなかったはずなのに。まあいいや。どこよ。7000。強豪でいけるかな。行こうか。この城もらい受ける。白地もらうけど、これ31になんなきかな。片付けない。なったね。こことこう2つで1ポイントになったっぽいね。参る。ここいいんじゃないのかな。うちらの方が戦場広いね。この順天井あったのが良かったね。そしたらこの辺も戦場勝ってるような感じになるね。勝ちそうだね。武将4人いるね。ゆるげまさん、いい、ありがとうございます。通りまさすさんだね。したら、今度ここに行けばいいかな。1万5000。7サンプル。こっち行こうか。進め。で、どうせですね、こう捉えちゃうと思うんだけど、取り返せないもんね、ここの多分。取り返そうと思ったって。素直にこっちをもらおう。素直にここら辺もらっちゃおう。
で、山道館はちょっと諦めよう。ほう40日、いいね。強行。うん、そう、強行でいいね。報告いたします。あ、同盟が切れちゃった。まあ、一家佐竹さん切れちゃった。むしろ結べなかったら結べなかったで。どうせ佐竹と隣接する前に、ポイント絶対溜まるもんね。うん、問題ない問題ない。かしこまった。はい、ということで、農作業の方を進めて、第12話ね、この辺でね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。